サンフレッチェ広島は6月20日、MF の津田学徒が第1部 BG パトゥムユナイテッド FC へ完全移籍することを発表した。現在30歳の野津田は、広島ユースから2013年に広島のトップチームへ昇格。2016年にアルビレックス新潟、17年に清水エスパルス、17年と18年にベガルタ仙台。 21年にバンフォーレ甲府へ期限付き移籍しつつ、広島での期待値も大きかった。今季はここまでリーグ戦4試合、66分間の出場にとどまっていた中、第1部 BG パトゥムユナイテッド FC への完全移籍が決まった。完全移籍することになりました。の津田学とコメント、僕は幼い頃からサンフレッチェ広島というクラブに憧れ、そしてここまで育ててもらいました。 このクラブは僕にとってのサッカー人生そのものです。そんなクラブで今までプレーさせてもらえて本当に夢のような時間でした。ここまで多くの偉大な先輩たち、そして可愛い後輩たちといった最高のチームメイトやスタッフの方たちと一緒にプレーできたこと、たくさんのタイトルを取れたこと、そして色々な方の思いが詰まって完成した最高のスタジアムでプレーできたことは忘れません。 ただ自分自身、まだまだやれる自信があり、選手である以上試合に出てプレーをしたいという思いがありました。そして広島から他の J リーグのクラブに行くのではなく、今までとは違った国、環境で新たに挑戦し、プレイヤーとしても人間としても成長したいという思いでこの決断をしました。この決断を受け入れてくれたクラブには本当に感謝しかありません。ファンサポーターの皆さん、 今まで本当にたくさんの応援をありがとうございました。広島のファンサポーターのもとでプレーできたことは僕の誇りです。どんな時もサポート、応援していただきありがとうございました。広島の誇りを胸に新たな環境で輝けるように頑張ってきます。今まで本当にありがとうございました。